はい。ガッチャンです。えっと、今日はですね、まあ、朝からバタ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 としまくってて、まあ、は、あの、バーンの、その、体験動画を撮っていたんですけども、まあ、ちょっとね、えっと、編集しないと、細かな編集しないと、そのまま掲載できないな、っていう状況です。 まあ、それで、それを編集するよりは撮り直した方が早いなと思って、もう、布団の中で転がりながら、撮ってます。え、後ろに見えるの誰かスマップです、スマップ。後ろにスマップがずらーっと並んでます。まあ、細かいことは気にしないでください。<laughs> <laughs> はい。えっ、ー、と、バーん、昨日の、昨日の朝飲んで、えっ、ー、と、昨日の夜遅くまた飲んで、で、それから、あの、 バーン以外何も口にしないっていうことを試しました。えっ、ー、と、XM3 を飲んでた時はですね、まああの、空腹感があまりなく、うんと、ほとんどなく、あの、ほ、うん、とあど、眠、眠ってしまえば別にこれだけで十分ぐらいな感じだったんですけど、バーンはね、うんと、満腹感とかはありませんでした。はい。ふわーっとした感じ、あの、うん、とふわふわ感はありましたけどね。 はい。んで、うんとー、なんかね、うんとー、昨日寝る前はもうお腹減って、お腹減って、お腹減って、うわ、腹減った、腹減った、腹減った、と、騒ぎまくるぐらいでしたね。で、まぁ、あ、あの、ちょっと食べて寝ました。ごめんなさい。もうね、空腹が耐えられなかった。んで、ほ、うんと朝になって、朝からまあ特に何も食べることなく、あの、淡々と推移したんですけども、うんとー、 まあね、あのー、夜寝る前に食、食べたにもかかわらず、あのー、すごい今日も昼間、あのー、お腹が減って、またお菓子バリバリ食べちゃいました。はい。でですね、うんと、バーン飲んだからなのかどうかわかりませんが、まあ、とにかくね、すっごい喉が乾いて、乾いて、乾いて、乾い,いて、まあ、バーン、昨日一日で、多分、そう、4リッター、 5リッター近くを水飲んでるんじゃないですかね。それから昨日は喉乾き、今日もね、喉乾いて喉乾いてとかで、今日もいっぱいガバーも飲んでました。はい。で、同時に、うん、と今日になったからなんですが、うんと、まあ、宿便、うん、まあまあまあ、あの、腸の中に溜まってるうんこですね。はい。これがまあ大量に出て、もう縮ってもう真っ黒だからわかるじゃないですか。 もう黒々したね、ほんと、あのー、ゴキベリみたいなうんこがいっぱい出てきましたね。<laughs> はい。まあ、どれが実際バーンの効果かちょっとわからないんですけども、うん、とそんな、うんと、どっちかというとね、ダイエットサプリっていうよりも、腸の中の環境を整えるというような感じのサプリのような感じがします。 ま、そんなわけで、えっ、ー、と、今回はバーンを飲んでます。で、今日はですね、実はバーンを持ち歩いてなかったもんですから、今日は何、バーンを飲んでないんですが、明日の朝、またバーンを飲んで、その一日、どんな感じかな、もしくはその体の変化をついて、えっ、ー、と、お知らせしたいと思います。そんなわけで、もう寝ます <laughs> なので、うんと、私に対するコメント、お待ちしてませんおやすみなさい <laughs> <laughs> ガチャンでした